はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女、ねねイベント中止のお知らせということで、まあ今日の本日の朝ですね、僕アップデート情報を上げたと思うんですけど、その時に甘い恋人第1弾というイベントがやってきますよというお話をしたんですね。まあ、ちょっと炎上しているイベントだよっていうお話もしたんですけど、そのイベントがですね、まあ、なんと11時58分にですね、アップデート2分前ですよね、これね、にイベント中止のお知らせというお知らせが来てて、まあ僕ちょっとこれ見れてなくて、さっきログインしたらあれイベント来てないなと思って、どこから行くんだろうと思ってたら、まあどうやら中止になったみたいですね。まあまあこれは致し方ないかな、いい判断かなとは思います。で、まあこの後のイベントがなくなったということは、まあ何かしらのイベントのね、補填とかしなきゃいけなくなってしまうと思うので、まあその辺どうなっていくかっていうのを、まあ今回見ていきましょう。甘い恋人第1弾イベント中止のお知らせ。イベント公開後、まあイベント公開後っていうかイベントの告知後ですよね。公開されてないんで、イベント告知後、皆様からキャラクターに関するたくさんのフィードバックをいただき誠にありがとうございました。皆様のフィードバックをもとに以下の調整をさせていただきました。1月26日のメンテナンスにて甘い恋人第1弾イベントを中止。まあ今回のこれがメインとなります。イベント中止です。一切もう何も始まっておりません。で、補填として、1月26日のメンテナンスで、全サーバーに幸運券1。幸運券とは何かというところなんですけど、まあガチャ引いてる人はお馴染みですね。まあこちらの、右下のですね、幸運券というやつなんですけど、使用するとガチャを10回引くたびに排出される保証枠が2倍になるということで、まあ、10回ガチャ引けば、いつも保証枠で絆が出てくる保証枠があるじゃないですか。まあ、あそこの保証枠が2倍になりますよと。で、保証枠が排出されるまでは有効。バフ発生中、割引券が使用不可ということで、まあ、割引券と併用はできませんよというやつになっています。まあ、幸運券使えば、まあ、バフガチャの2倍っていうのが、まあ、保証に当たりますよっていう形になるので、これはね、やっぱあると安く取れるんで、これはありがたいですね。まあ1枚でいいのかどうかっていうところは、まあまた問題にはなってくるんですけど、まあ補填だからまあいいかな。ただでもらえる分にはね、損はないんで。で、2番目、1月26日から1月31日まで、毎日メールにて限定ガチャ券 ×5、合計30枚プレゼントということですね。限定ガチャ券、26日だから届いてるのかな？ちょっと見てみましょうか。甘い恋人第1弾イベントを中止したことを深く詫びます。この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。1月26日の補填を受け取ってくださいということで、まあ、幸運券1枚と、これは今日だけだね。で、この限定ガチャ券ですね。甘い恋人ねねイベントで使用可能。使用するとガチャが1回引ける。まあ、これ5回引けるってことかな。2021年2月12日から2021年2月18日期間限定でのガチャ券ということで、これネネアバターかなでしか使えないのかな。そんな気がしますね。なので、まあ多分 UR ネネでも使えるんじゃないかな。使えないのかな。これもう本当に UR1000 のネネのみなのかな。これ UR でも使えたら、まあ、UR ネネ持ってない人でも、まあ、ちょっとした得にはなるんでしょうけど、これ UR1000 ネネでしか使えないってなると、ってなりますよね。ネネいらない人は別に、この中途半端な絆もらってもみたいなところになっちゃうんで、まあまあでも、まあ、絆以外の外れ枠でもいいのはあるんで、訓練所とか、強化石とか。なので、まあ、そっちメインになっちゃいますよね、どうしてもね。まあ、これ使えるのかな、使えるといいですね、UR でもね。はい、ということで、まあ、こういうお詫びが来てますよ、ということですね。そして、これが、まあ、限定ガチャ券に関しては合計30枚、31日まで毎日5枚ずつ配られますよ、ということで、30連できますよ、と。まあ、30連だと、まあ、絆15個とか、かな。なので、まあないよりはマシって感じなんでしょうか。これ UR で使えたらかなり嬉しいんですけどね。まあ果たしてその辺どうなのかっていうのはガチャが来てみてのお楽しみっていう感じです。そして2月中に甘い恋人第1弾イベントに代わって、新しいキャラクターの UR イベントを実施させていただく予定です。詳しくは後日の告知にてご確認お願いいたしますということですね。ということで、甘い恋人第1弾っていうイベントは中止になりましたが、まあ代わりに、まあ同じようなイベントで、
UR 新キャラクターですよね。UR 新キャラクターで、イベントを新しくやらさせていただきますよということなので、まあ、実際まあイベントなくなりましたが、代わりに新しいキャラクターでやりますよと、まあ、これ最初からそうしてればここまで揉めることはなかったんじゃないかなというところでしたね。うん、なぜネネを選んでしまったのかというところになってしまいましたね。うん、はい、ということで、まあ、今回はイベント中止にはなりましたが、幸運券1枚と限定ガチャ券が合計30枚、まあ補填されますよということと、でネネイベントに、変わりまして新キャラクターでの UR イベントを実施させていただく予定ですと、まあこれ2月中ですということなので、まあまあまあ結局は新しいキャラクターが手に入るような形になったので、まあこれは運営さんの対応を褒めてあげたらいいかなと思います。まあ僕たちもね、文句ばっかり言ってても、仕方ないので、まあ運営さんがちゃんとした対応をした時ぐらいはね、ちゃんと褒めてあげたらな、いいのかなと思います。うん、まあちゃんと対応した時もね、ずっと文句言ってたら運営さんもなかなかね、ちゃんとした対応取ってもらえなくなってしまうので、うん、こういうねちゃんとした対応をした時は運営さんを褒めてあげたらいいのかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は甘い恋人第1弾のイベントが中止になりましたよということと、イベントは代わりに2月中に新しいキャラクターで来ますよと、そして補填がやってきますよという感じの情報でしたね。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。